公認にお願いいたします。出版広報センターで副センター長を務めております集英社の堀内でございます。本日はこういう機会を与えていただきまして、御礼申し上げます。本日はインターネット上の海賊版サイトがもたらす深刻な被害実態を ご説明した後、被害を防ぐための法改正が必要と考える理由などについて意見を申し上げます。なお申し上げる内容は、出版社と一枚岩となって海賊版に対峙してきた漫画家を含めた権利者側の総意でもございます。まず私ども出版社と漫画家は海賊版対策を推し進めるため緊密に連携をしております。具体的には、出版9団体の横断的組織である出版広報センターと漫画家の主要団体である公益社団法人日本漫画家協会とがその連携の中心となって活動しています。ちなみに出版広報センターの概要については配布資料1をご参照いただければと思います。こうした連携に基づいた具体的アクションをご紹介いたします。出版広報センターと日本漫画協会は昨年9月に海賊版対策のための侵害コンテンツのダウンロード違法化とリーチサイト対策を求める声明を共同で発表いたしました。配布資料2がこれに当たります。この声明では、脱法行為を容易に招かず、かつ善良なユーザーに過度な萎縮が生じないバランスの取れた法整備を両者が揃って要望いたしました。パブリックコメントでもこの趣旨に沿ってそれぞれから政府に意見をお届けしました。さらに法整備の具体化に向けて、昨年11月から文化庁の下で開催された政府有識者検討会の構成員として、私、堀内が出版社を代表する形、そして漫画家であり、日本漫画協会常務理事の赤松健さんが漫画家を代表する形で、詳細な要件設定を含む議論に参加させていただきました。この有識者検討会の後、今年2月には今国会での迅速な法改正を求めて2度目の共同声明を発表しました。こちらがこの配布資料3でございます。このように出版社と漫画家とが連携を続けてきた経緯を踏まえ、本日はこの後の質疑を含めて漫画家の思いも私が代弁できればと思っております。さて、2017年秋から2018年春にかけて猛威を振るった巨大海賊版サイトの漫画村は、先生方もご存知かと思います。およそ3200億円相当の漫画がただ読みされたと試算される。漫画村はすでに閉鎖され、運営者とされる人物は逮捕に至り、現在は、裁判中です。しかし今もってなお多数の海賊版サイトがバックし、その被害は重大かつ深刻です。出版社や漫画家だけでなく、電子取り付き、電子書店など正規版コンテンツの流通に関わるすべての当事者にとって今や死活問題でもございます。漫画村はもう存在しないんだから、海賊版対策はそれほど必要ないというようなことは実態に即していません。今こうしてお話している瞬間にも、海賊版サイトが悪質な被害を生じさせているのが実態です。4月末の時点のデータをご紹介しますと、出版広報センターが把握しているだけでも、主だった海賊版サイトはおよそ500サイトございます。この500サイトのうち、アクセス数上位の10サイト合計で、4月、延べ8800万近くのアクセスがございました。また、この上位10サイトのうち、月間アクセス数が延べ1000万を超えるサイトが4つございます。その4つのうち3つがダウンロード型海賊版サイトでございます。ダウンロード型海賊版サイトとは、ユーザー自身の端末に海賊版コンテンツのダウンロードと保存をさせた上で、ユーザーに閲覧させることを目的としたサイトのことです。したがって、現在の海賊版サイトによる被害は、主にダウンロード型海賊版サイトによるものというようにご理解いただければと思います。深刻な被害を受けているのは漫画に限りません。定期刊行されている雑誌、あるいは有名作家の文芸書、また人気タレントの写真集、ほか最近で辞書など、多くの出版物がこの特殊な方法を用いることなく、ダウンロードできる状況が続いております。ダウンロード型海賊版サイトは、サイト運営者だけでなく、
サイトを利用するユーザーにも都合が良いものです。ユーザー、海賊版コンテンツを一旦ダウンロードしてしまえば、そのサイトが閉鎖されても、その後も自身の端末に保存されている海賊版コンテンツを引き続き閲覧できることができます。つまり、ダウンロード型海賊版サイトを抑え込むには、サイト運営者への対策だけでは不十分で、海賊版と知りつつダウンロード行為を試みるユーザーへの対策も組み合わせこそ十分な実効性が確保されます。したがって海賊版コンテンツをダウンロードする行為を防ぐには、そのような行為を違法とすることが欠かせません。なおかつ海賊版サイトや海賊版コンテンツにアクセスしやすくする悪質な行為を防ぐため、リーチサイト対策も欠かせません。この2つの法整備が組み合わせることによって、実効性の高い海賊版対策が進むものと確信しています。ここで漫画家の赤松健さんの訴えをご紹介します。赤松さんは私とともに有識者検討会での議論に参加しましたが、ご自身が漫画家である立場から海賊版の被害を分かりやすく繰り返し訴えられております。すなわち正規版コンテンツ発売開始の翌日には、早速海賊版サイトにご自身の作品がアップロードされてしまうこと、それが正規版コンテンツ並みの高画質であること、さらにもっと重要なのは、電子版のみで活動している新人若手漫画家が海賊版サイトによって収入源を断たれ、筆を折らざるを得ない、こういった訴えは創作者として悲痛な叫びに近いものでした。赤松さんの訴えから分かるのは、ダウンロード型に限らず海賊版サイトというのは今後の漫画文化それ自体を回復不能なまでに破壊するということです。これから時代や国を超えて多くのファンに愛される作品を新たに生み出す漫画家は、今の新人若手漫画家の中にこそいるはずだからです。彼らの才能や夢が大きく花開く前に、海賊版によって根こそぎ奪われるようなことがあってはならないと思います。またコンテンツ産業という面から見ても、海賊版サイトが奪うのは漫画の単行本の売り上げ利益だけではありません。今や漫画はアニメ、映画、ドラマ、ゲーム、グッズ、イベント、舞台など立体的でグローバルなコンテンツ展開の基盤となっています。漫画の海賊版がはびこれば、この基盤を失い、日本のコンテンツエコシステム全体にも悪影響が及びます。このように文化産業の両面で海賊版が及ぼす影響が極めて深刻であることをぜひご理解いただきたいと思います。私ども出版社や漫画家は、海賊版撲滅のための自主的努力として、海賊版コンテンツの削除要請や国内外での訴訟提起をはじめ、一般ユーザーへの普及啓発活動、また正規版コンテンツであることを示す ABJ マーク、オーソライズブックジャパンを略して ABJ マークというのを正規版に今つけておりますの創設運用など、さまざまな取り組みを重ねてまいりました。こうした取り組みを今後もより一層強化していく一方、海賊版に対峙する被害当事者の背中を強力に後押しする内容の法改正と、この法改正によって効果的な海賊版対策が進むことを心から希望しています。最後にご審議いただく著作権法改正案の内容につきましては、かねてより出版社と漫画家が一貫して求めてきた、脱法行為を容易に招かず、かつ善良なユーザーに過度な萎縮が生じないバランスに配慮された適切な内容と受け止めております。ご審議の後、一刻も早く成立することを切望しております。私からの陳述は以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次に福井さん。